長女が火をつけたいということだったので、うん、火入れさせたいと思います。普通に喋っていいかね、うん、これここをすげー、そうそう、ここを出し入れしてて、ここを上げてここから火を入れるの。今入れていいよ、これで、うん、突っ込みすぎこれでいいの。いいよ、いいよ、話よ。おお、簡単だね。うん、こんだけで、これでもう一晩中つける。でこのオイルでこいつでほら燃やすと虫除けハーブだから、うん、あの蚊取り線香みたいな効果があるからさ、うんうん、ちょっと蚊よけ、まだ全然鹿児島蚊が多いからさ、うん、今日のテントはですね、あのギリアを持ってきまして、でスームルームのタープと一緒に大川張りをしました。はい、今日もピシャ晴れたね。ピン張りでしょ、うん、なかなかの素晴らしい。で、家族4人なんで、うん、今日は4人いるから、あの前の居住スペースを広く取りたくて、うん、タープをちょっと前目に出してます。ああ、そうなんだ、うん、あ、本当だね、横から見て、うん、本当だね、いつもなら真ん中手前ぐらいまではあるもんね、うん、タープがね、タープの一番お尻がだいたい真ん中の一番高いところぐらいで収めるんだけど、うん、いつもより60センチぐらい前に出てるかも、うん、はい、で中はこんな感じです。はい、で中はですね、あのベアーズロックの寝袋2つと、うん、あとあのワックの10センチのマットですね、はい、でここは子供用の寝室になります。はい、子供部屋が出来上がった、はい、多分めちゃくちゃ快適だと思う、ね、うん、で朝方だいぶ冷え込んできたから、うんうん、多分このぐらいないとちょっと朝方が寒いかもねって言ってかぶって、あーかわいい生まれつき目が見えないもんだから、あーそう、あだからちゃんとこれやんないと飲めないよもうあのすごいよね、やっぱこう他の感覚が発達して、はい、足音とかもすべて覚えて、そうなんですか。左眼鏡最近少し見えるよ、見えるか、こんな感じで、あ、そうなんですね。うっすら見える、はいはいはい、真っ白だったの両方とも、だけど左目が少しあの白いのが取れてきたので、はい、少し見えだしたかなと思って。そうなんだ。これが8月の1日生まれたことなんだけど、はい、1月ぐらいは人間の魅力で、うん、であとは今これは牛の、そうなんですか、牛用の実用なの、へぇー美味しかったね、ありがとう、ありがとうございます。あ、楽したいい経験させてもらった。この間せっかくちっちゃく砕いた木がさ、うん、一番下にある。そうなの、うん、その上に乗せてきたの、うん、上に全部乗せてきた。今日貸し切りじゃん。だよ。最高だね。まさか貸し切りだとはね。いたる、うん、貸し切りはないよ。ないよね。うん、なんかここは初めてだ。初めてだよね。やっぱ私絶対来たからだ。意味がわからない。よし、じゃあご飯を炊きます。どんぐらいかかるの？ご飯？1時間。1時間はないわ、うん、30分ぐらい、うん、お腹すいたね。最近お尻がつくそれはおデブになったところ、それともちょっと布が伸びたとこ。布が伸びたんだよ、できた。早いね、答えが早かったね。あ、もうご飯してあげてんの？食べてるよ。よかったね。来る前に来てたから、蒸らしてたから。段取りの鬼やな。
もうなんかガチの暗くなってる。うん、寒いの本当に。うん、こっちなくて風がすごい。あ、そうなの。そんな寒い、ちょっと肌寒い、肌寒いって言ってもそこまでね、寒いってわけじゃないよね。お腹が鳴る。20分押したっけ。20分した気がするけど、だったっけな。だって普通のご飯の炊飯なんかもそんな感じでしょ。うん、まあでも30分ぐらいかかるでしょ。まあね、だから炊飯の感覚で行くと沸騰するまで10分、うん、でそっからとろ火で20分で、まあ、ちょうど 3、40分ぐらいの感じだな。早炊きっていうのはないからさ。うん、そうだね。釜には残念ながらないね。そうそう。いい加減子供たちがお腹が空いたようだから。あったあった。はい、あげますね。ちょっと貸して。しゃー。あ、そしたら舐めてる。よし。いいねいいね。貸し切りな上、肉が大量に食べられる。貸し切りっていうのはでかいよね。でかい。わっ、やば。これは美味しそうだよ。ほら。わ、本当だ。すげえ。うまそう。わあ、美味しそうだ。これは喜ぶよ、子供たち。あ、だんだん晴れてきたじゃん。うん、晴れてきたよね。うん。はい。とりあえず子供たちのご飯完成です。はい。もう子供たちからお腹いっぱいにさせます。どんどん取れてよ。計画だね。よし、じゃあ私はこっちの準備を。え、これは半額で入ってたやつ。うんうん。半額ばらしは禁止です。お肉たちみんな半額って言わない。はい、どんどん食べてよ。肉すぐ焼けるよ。じゃじゃーん。え、それそれ、すげえ。かっこいいでしょ。でっか。ご飯どう？美味しい。美味しい？はい、焼けたよ。結構火力あるね。うん、ある。めっちゃある。調理はしやすい。うん。いただいてもいいですかね。いいですよ。では、どうぞ召し上がれ。何にも。もう出てきだした。おお。本当だ。すげえ。おお。おいしい。おいしい。これでおいしい。でもさ、340なんだ。
おーおお、隕石が落ちてきたかのような大げさ。ちょっとオーバーだった。何の反応もなかったもんね。うん、いや今こっちがもういっぱいいっぱいですだよね。うん、あー軽い、めっちゃ軽くない。うん、ナイキャラと何の時あのライト、まあ来た、うん、沼軽いのもっと、うん、だからよ。じゃじゃーん、そこ見えてないよ。じゃじゃーん、もうちょっと、はい、見えた。秘密兵器はこちら。秘密兵器はこちらです。キラン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 。買わないと言ってたものを買いました。はい、いらないいらない。それいらない。やめて。かぶせたいと思います。はい。ちょっとわかりにくいかな。じゃじゃーん、あ、すごいすごい、すごい、おしゃれ、めちゃくちゃ明るいわ。むしろでも本当に寄ってくるんだね。うん、寄ってくるね。めちゃくちゃ虫来るじゃん。何これ、この比較、これを取るとこんな感じ。うん、明るさ、うん、わかるかな。じゃあまずノーマル状態。はい、ノーマル状態、今こんな感じです。うん、で、これを傘をつけると。おお、こっちの方が分かりやすい。うん、うん。で、取ると、こんな感じ。うんうん。つけると、こんな感じ。うん、あ、だからやっぱ上げた方がいいんだよね。うん。光が下に集中するね。うん、あの上に分散してるのが全部集められるから、うん、明るさが増すわ。で、これをちょっと持ち上げると、こんな感じですね。下の方がですね。うん、でこれすごいのは足元が明るいのはすごいね。うん、そうだね。こう持つようにやっぱり設計されてんのかな、こういう風に持ち運べるように。すごい、でも存在感ありすぎだよ。すごいね。うん、普通のあの1000円ランタンと入れ替えますね。はい、ちょっと心配だけど強度的に。よいしょ。お、いいんじゃない、大丈夫じゃない。うん、怖っ。ちょっと光が分かりづらいからちょっと離れて。すんごいしなってるけどね。大丈夫でしょ、でも、うん、こんだけ太さがあれば中心に、うん、ていうか、ほぼお腹いっぱいなんですよ。うん、あれ、私の飲み物ってクーラーに入ってる。あ、出したものだった。あ、何飲み物って。何でもいいけど、あ、いや、あれは取りに行く。お茶、お茶があるけど、うん、お茶と、でも、あの、いつものもカフェオレを買ってきたけど、うん、あれ、入れるの忘れてた。ちょっとぬるいけど、あ、いや、お茶がいい。お茶でいい。本当にご飯とカフェオレはちょっと新しい組み合わせすぎる。はい、じゃあ2本目。プシュー。お、じわじわ泡が出てくるんだ。いただきます。タレをつけてんの？結構冷えてきたからさ。まだ暑いよ暑いよ。怒ってる。
これでこれでさ、でもすごいいきなり手近づけたからさ、でも全然だって感じないんだもん。いや風で流れてるよ、熱気が。あ、でもあったかい。ね、あったかいよね。コーヒー飲む？お湯沸かして。うん、コーヒー飲む。今、まあ、朝。今飲もうかな。飲む。今も飲まないもん。目が目覚めるよ。俺はもうお茶があるけど。飲まないのお茶。あ、コーヒー。うん。飲まない。うん、飲まない。だよね、やっぱ4人になると、うん、量が多いよね。あー、もう眠たくなってきた。今ですね、10時頃からかな。だよね。うん、今11時半なんですけど、10時ぐらいからじわじわちょっと風が出てきだして、うん、まあ、最初は全然そんな、あ、風が出てきだしたねぐらいだったんですけど、10時半ぐらいから急激にもう突風ぐらいの勢いだったね。うん、これすごい。うん、10メーターぐらいあるんじゃない。うん、予報じゃ3メーターなんだけどね、この山間だからかな。うん、場所的にも風が通りやすいとこなのか。でもタープが耐えきれずに杭が取れてしまったので、ペグが飛びました。ペグが飛ぶし、ポールの先端曲がるし今みんな急遽総出でタープを片付けて、荷物も全部軽トラに乗せられるものは乗せて、テントの中に運べるものは運んで、で軽トラを風上に置いて、一応壁を作って、うん、まあ、なるべく風がテントに当たらないように。すごい。まあ、テントはまだあのこまめにペグダウンしてたから良かったんですけど、うん、まあ、ギリアのテントは風に強いからね。ああそうなんだ、うん、まあ、途中からもう寝ようと思っても全然寝れない風の音で、大丈夫大丈夫って言ってたんだけど、最終的にもうタープが耐えきれなかったから、うん、ペグがバチーンって飛んでいった40センチのペグだよ。だよね、うん、相当だよね。40センチのペグを根っこまで打ち込んでるのに抜けたからね。あ、すごかったもん、うん、まあ、その前にタープを畳まないといけなかったのかな。うん、そうだよね、まあそうだね。あの時の突風すごかったよね、うん、まあ、急激に吹いたよね。そしてはい、ということでこの状況で今日は寝ようと思います。初めてうん、初めてキャンプ史上初の突風、ちょっと怖かった。おやすみなさい。ですよ。しかもあのシートがずっとバタバタ言ってて、そうそう、thank you.
子供たちはもう食べたので、私とカズノブンの朝ごはんです。お腹なりになったね、ここは。じゃあ、ミネストローネを。ミネストローネ。うん、無印の。いただきます。いただきます。あったかいのから。うん、寒いから。寒いちょっと。あ、おいしい。あ、あったか。Baby, oh, I lost you, baby.